どうも小走りです。で今日はですね、ちょっと前にもっちスキンの動画を投稿したと思うんですけど、その時に顔に使用しなかったんですよ。ということで今回リベンジとしてまたもっちスキンをちゃんとお肌に使って伝えたいと思います。でありがたいことにその機会をくださったので本当にありがとうございます。ではまずこのもっちスキンの説明をまた詳しくやっていきます。このもっちスキンがプラザ、ロフト、ヴィレッジヴァンガードで売ってるみたいなんですけど、白と黒があるんですけど、白い方はなんかしっとりタイプなんですよ。乾燥が気になる方は白をおすすめしてて、黒の方はなんとですね、備長炭が入ってて、後で色をお見せするんですけど、備長炭が入ってるから毛穴の汚れとかすっきり洗いたい方におすすめなんだし、おすすめのらしいです。なんかニキビとかくすみとか肌荒れとかが気になる方におすすめ ですごい美容成分が入っていて、ハトムギエキス、黄金ネエキス、パパイン酵素、マリンシルト、フルーツ酸、あとビタミン C 誘導体、ヒアルロン酸、あとセラミドが入ってて、もうまるで美容液みたいな成分で洗顔ができる。でしかも着色料と合成香料が入ってなくて、低刺激だから敏感肌の方でも使えます。でも一応その敏感肌の方は手の甲にまずパッチテストを行ってから使うのをおすすめします。で今メイクしてるので、ちょっとそれを落としてからこのもちスキンを使います。ではメイク落としたのでやっていきます。その前回の動画でもちスキンのワンプッシュがよく分かんなくてすんごい出しちゃったんですけど、ピンポン玉のサイズでいいらしいです。今回鼻の毛穴が気になってるので、ちょっと鼻をねよく洗っていきたいと思います。まずねよく振ります。そしたらピンポン玉1個分を出して押し洗いしていきます。これ手でこするんじゃなくて、どっちかというと泡でこするように洗っていきます。卓球あんまやったことないからピンポン玉があんま分かんない。立てた状態でピンポン玉のサイズを出していきます。こんぐらいか分かんない。でかい。確実にでかいけど、とこんぐらい出しました。で墨が入ってるからこんな感じでちょっと灰色っぽい色になってます。じゃあ押し洗いしていきます。すんごい伸びるんですよ。でこの濃密泡で汚れをすごい取ってくれるんです。何回かもう使ったからな。じゃあ塗っていきます。塗る場所間違えた。喋らなきゃいけないのに口から塗ってしまった。でも宅急便ちょうど来て、さすがに向こうがびっくりしちゃうから、で一回ねもう一度来てもらうことにしました。すいません本当に宅急便の方。でそうもちスキンのすごいところが、泡が切れてくるじゃないですか、すぐこういう洗顔って。でもそれが切れないで、どっちかっていうと濃密にどんどんなっていくんですよ。本当に手でこすらないで泡で洗うことがちゃんとできます。でちょっと最近小鼻の毛穴が気になるので、こうやって小鼻のところは円を描くように洗浄していきます。はい、こんな感じで均等に綺麗に洗えたら水で流していきます。はい、もちスキンを落としてきました。この横の方すごいマッサージしてたんですけど、横のところの黒ずみがすごい落ちてました。ちょっとわからないと思うんですけど、あと本当に洗い上がりさっぱりするけど、全然突っ張り感の全くない感じの洗い上がりで、でなんか肌のトーンもワントーン明るくなった感じがします。うん、でこのもちスキンがピンポン玉1個分を60回分使えるんですよ。で1本税抜きで1800円です。ネットでも買えるんですけど、3本セットもネットで買えて、こちらだと5100円税抜きでになってます。
頻繁に使いたい方はその3本セットをちょっとでもお得に買えるのでおすすめします。まあ、1本60回も使えるから、私結構朝洗顔しないから夜だけ洗顔とかするんですけど、2ヶ月ぐらい持つから泡立てなくていいので、もうこのままパッていけるからおすすめです。で、概要欄にあのもちスキンの URL を貼っておくので、よかったら見てください。で、あとそう、毛穴の汚れとか気になる方もよかったら使ってみてください。では、今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方は、チャンネル登録と高評価お願いいたします。では、バイバイ。